これは驚きました。シミュレーター内部で仮想演算した我がカジノにまさか足を踏み入れる者がいようとは。そしてそれがマスターあなたであろうとは。いえ、歓迎しましょう。かつての絢爛ラスベガスのそれとは異なりますが、仮初めとはいえここは私のカジノです。来客は歓迎いたします。いいえ、水着剣豪七色勝負はすでに過去のこと。今や資格などいるはずもありません。むしろマスター、あなたは私のマスターであるのですから。そう、正真正銘の VIP と言えるでしょう。どうかおくつろぎください。それともカード遊びなどされますか？私でよければお相手しますが。いいえ、無理は言いません。私のカードは常に真剣勝負となりますので、ゆったりとした日を過ごすには向いていません。カードはまたの機会に取っておきましょう。そうですね、カジノへ遊びに来たのではないようであれば、そう、私も装いを変えるべきでしょうね。失礼。余暇をくつろぎに来たあなたにはこの姿でお出迎えするのがふさわしいでしょう。ああ、そうだ、一つ思いついたのですが、せっかくですマスター、我がカジノ、私があなたをご案内いたしましょう。まずは冷たい飲み物などを用意しましょう。大丈夫、ノンアルコールも揃えてあります。正しく英霊の身であるからには日差しを遮ることにさほど意味はないのですが、こう気分というか、この装いでいると自然と傘を差してしまうのです。傘、日傘、私の生きた時代には存在しないものでしたが、なんとも馴染むものですね。体に鎧の重さなく、腰に剣の重さなく、この手には傘の軽やかな手応えのみ。なんともはや悪くないものです。どうでしょう、他の霊気での私がどうかは分かりませんが、清掃の王として召喚された私はあなたとこうして歩くのは初めてだったかもしれません。シミュレーター、仮想の仮初めの空の下でもこうして穏やかに時を過ごすのはいいものですね。あえて贅沢を口にするならば、そう、平穏に暮らす人々の営みなどが聞こえて、幼子の遊ぶ声がこの耳に届くことがあるならば、きっとさらに尊き時間となるのでしょうね。そう言ってくださるあなたでよかったマスター。
さて、ではあまり引き止めすぎてもいけません。今日が何の日であるのか私も知っています。バレンタインデーですね。私のために時間を割いてくださってありがとうございます、マスター。もちろん私も抜かりなく用意してあります。こちらです。いいえ、日頃のあなたの戦いへのねぎらいになれば。こうして普段とは変わった霊気ですので、現在この瞬間の私ならではのものをと考えました。私の今の装いは少し違いますが、基本はバニー。バニーとはウサギです。ウサギといえば愛らしい獣でありますので、はい、このように愛らしさを主体に考えてみたのです。喜んでいただければ何よりです。ではそうですね、ここでお別れとするべきなのでしょうが、この際です。最上階の VIP ルームにて味わっていかれますか。アルトリアルーラー、全力をもってゲストをもてなしてみせましょう。